ソウルの春とは、1979年10月26日、大韓民国の牧世紀大統領が暗殺された10.26、事件の直後から翌1980年5月17日の、非常改厳令拡大措置までの民主化ムードが、漂った政治的過渡期を指し、チェコスロバキアの、プラハの春に由来する言葉である。しかし、全都間の祝軍空デター公衆事件の、 武力鎮圧で挫折し、完全な民主化は1987年を待たなければならなかった。文民出身の蔡経華大統領が1980年2月28日に発表した公民権回復措置によって、それまで政治活動を規制されていた近代中や院前元大統領など反体制派人物の政治的自由が、 翌日2月29日に回復し、新民党総裁ヨ4サム、在野指導者で1971年大統領選挙における、新民党候補者であった、近代中、民主共和党総裁金消筆の処位3金が、次期大統領に名乗りを上げ政治活動が本格化、学生運動や、労働運動も、活発化した。ソウル市内の高層ビルで聖華台に向いた窓の、 ブラインドが一斉に撤去された。各大学では1980年3月の新学期から学生会と教授会が復活し、維新体制時代の緊急措置で大学を解職、あるいは除籍されていた教授や学生たちが1980年2月29日の復権措置で学園に復帰してきた。そして学園内では、 学園民主化を求める討論会やデモが起こり始め、3月27日の朝鮮大学校を皮切りに、全国の大学に学内デモが拡大、スローガンも学園内の言論の自由や御用、教授退任、理事会運営の改善など、具体的なものへと変化していった。4月に入り、新軍部勢力の権力掌握に向けた動きが表面化すると、学生たちは、 維新勢力大臣、改憲令撤廃、政府主導の改憲反対などの政治的スローガンを掲げ、街頭デモを展開し始め、5月15日のソウル駅デモで最高潮に達した。労働運動も民主化の波と折からのインフレによる、生活苦が後押しする形で、 活発化し、1980年5月17日までの、老城や寺などの労働葬儀は987件に、達しのべ20万名余りの労働者が参加、前年の葬儀件数427件を大きく、上回った。特に同年4月21日に、関温度端前軍社北の東原炭鉱で、発生した、労働葬儀では、4000名余りの炭鉱夫と、 その家族が4日間にわたって、借機対応一体を占拠し、無政府状態となった。民主化運動が活発化する一方で、僕聖紀前大統領の寵愛を受けていた、前都官やロタイグを中心とする新軍部勢力は、政治への関与の動きを公然化させた。4月14日、当時保安司令官であった前都官が、 中央情報部部長代理に就任し、民主化勢力に大きな衝撃を与えた。一方で、学生デモが学園から街頭へと拡大し、労働運動も、単行労働者によるシャキ北事件の発生など、過激化するようになると、社会には不安な空気が醸し出された。こうした中、与野党は5月12日、5月20日に臨時国会を招集し、 10.26事件以降、続いてきた、戒厳令の解除を決議することで一致、金四三、金大中、金消失の三金も民主化推進で、共同補調を取った。これに、危機感を抱いた、新軍部は、5月17日午前に、全軍主要指揮官会議を招集し、事態の悪化を避けるため断固とした措置を取ることを決議、軍の政治への関与を明らかにした。 そして同日夜の臨時国務会議で、戒厳令の全国拡大を決議させた。これによりすべての政治活動は禁止され、全国の大学は休校措置が取られた。同時に、近大中を戒厳令布告違反で逮捕。続いて、金小筆や利口楽、牧省軽など牧政権の主要政治家を不正蓄材容疑で逮捕した。また学生運動や、 労働運動の指導部、民主化運動の中心人物も逮捕された。こうして、新軍部勢力が事実上、権力を掌握したことで、ソウルの春は収束した。ありがとうございます。